堪能すべし。ファミコン TV。 じゃあね、今からね、柏原くず元の方にありますしりとりさんの方に食べに行きたいと思います。しりとりさんのつけ麺の方を、ね、いただきたいと思います。結構濃厚ですね。ちょっとまず麺だ。まずは麺の味を、いただきます。はい、歯ごたえしっかりしてて、もちもちですね。うん、ちょっと麺の上でも食べてるなって感じで、美味しい。うまっ。濃厚なんだけど、なんかそのしんどくなるような濃厚さはなくて、うん、結構魚介の、うん、味もしっかりしているので、うん、すごいバランスで、すごい食べやすいです。めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。要するに、めっちゃうまい。タイミング悪かったね。要するにめっちゃうまいな。チャーシューも2種類入ってますね。こっちが鶏かな。わかる。なんかささみっぽいよね。こっちでこれ。角度変えて、はい、あ、そうそうそう、あ、いいね。つけて、ついてくる。出たくよ。めっちゃうまい。ジューシー。うん、さっぱりする。さっぱり、うん、ちょっと僕だけの意見やったら嘘やと思われたら嫌なんですよ。カメラマンの意見で、うん、めっちゃもちもち、めっちゃもちもち、うん、ええな、これは歯ごたえだ。うまい。要するにめちゃうま。ここのいいところはあるやな、いろんな食い方を、食べ方をね、できる、味をちょっと変更できるっていうのがいいよね。あー、確かに。だって柚子とか生姜、胡椒か、七味とかすだちとか、なんか多いな、なんか一通りさん全部揃ってる感じが、うん、うんうん、これ濃厚やけど、ガンガンいけるな。そう、うん、僕ちょっと特大頼むなんでね。だから喋らずに食べないとね、食べきれなくなるんです。僕のすだちとか味変して食べていきたいなと思います。はい、はい、これぐらいだ。好みある。あ、そう、スープ割り。優しいわ、一気に優しい優しい。はい、ね、しりとりさんの方つけ麺を食べてきたんですけども、美味しかったですね。いや、うまかった。うまかったな。のやっぱりなんかすごいこうガツンってその来るわけじゃないんやけども、まあ豚骨の風味とか、あと魚介の風味とか、そのバランスがすごいいいなって思いましたね。あと味変グッズがすごい多くありました。うん、だから自分の好みに合わせてその味変グッズ使ってもらったら、1個のつけ麺でいろんな楽しみ方ができるつけ麺かなと思いました。あと何やったっけ、店のその店長さんから、うん、お話しさせていただいたんですけど、なんかそのラーメン屋の中で結構新しい考えのラーメン屋やなっていうのを感じて、攻めてたよな。攻めてた、あえて店舗を大きくする、そういうことに、そうすることによって、確かにその並んでるみたいなのはその見え方としては少なくなるけども、ただいろんなお客様を一気に入れることができて楽しんでもらえる、プラスゆっくりとそのラーメン食べ終わった後も過ごしてもらえるようにしたいと言ってましたね。そういう考え方って結構ラーメン屋ってなかなか新しいかなと思います。うん、確かに、うん、
結構スピード勝負、回転率勝負みたいなイメージあるから、店も店舗も綺麗やし、なんかちょっとカフェに近いなって思ったりとかも、くつろげるなと思ったりもしましたね。はい、まあ、美味しかったんで、ぜひね、橿原市、くず元のマクドナルドの裏側にあるので、少しでも気になった方はね、ぜひ行ってみていただければと思います。ありがとうございました。食べてこなもん TV でした。